熊本のサッカーの未来のために、キックオフ熊本。熊本をホームに活動しているプロサッカーチーム、それがロアッソ熊本。現在明治安田生命 J2 リーグに所属しています。今季のロアッソ熊本の躍進はサポーターだけでなく熊本県民やサッカーファンに感動を与えてくれました。この番組ではそんなロアッソ熊本の知られざる内側をお見せします。これは練習直後のリラックスしたロアッソ熊本の選手たちがサッカーのことだけでなくプライベートのことまで自由にトークするコーナーです。はい、今回もこの3人でトークしたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。トークするのは前回に引き続きこの3人。三島選手は中盤でしっかり仕事をこなすチームのキーマンです。相原選手はここぞという時に得点を挙げるストライカー。平川選手は攻撃の起点となるプレーが得意な選手です。出身地は三島選手が岐阜県、相原選手が北海道、平川選手が東京都と全員が熊本県外です。そんな関係の3人がトークするテーマはこちら。もうサッカー以外でいこう。プライベート。プライベートで。どう？俺？嬉しくあるじゃないですか。もうね。あんま嬉しくなかったけど、まあゴルフでベストスコアが出たことです、ね。プロフィールで書いてたもんね。そう、今年のプライベートの目標でゴルフを80台を出すっていう目標を書いたんですけど、なんと87出ました。おお、素晴らしい。マジですごい。しかも最後のね、もうロアッソのゴルフコンペで出すっていう、自分は、自分も100切りたいなって意気込んでて、最後のゴルフコンペ101だったんで、来年そこはプライベートの目標、プライベートの目標は100切り、はい。例はなんか、いや、その流れだったら俺もこの間初めて行ったじゃないですか、うんうん。でまあ、スコアは散々でしたけど、パー取れたんで、すごいね。そう、初ゴルフでパーっすもんね。俺も取れなかったもん、初めてで。だから、来年はちょっと練習して、みんなと回れるように。いいね、頑張ろう。頑張りましょう。行きましょう。いや、だから俺も誘って。だから、誘って。ごめんごめん。ここばっかで、ここいるから。あ、マジ？見えなかった。見てるでしょ。結論ね、やっぱ熊本来てよかったね。いや、本当そうっすね。はい、そうっすね。よかったな、熊本。よかった、熊本来て。よかったの？よかった。マジ？よかったっすよ。あ、そっか。なんでそんな、なんで俺はそんなはぶられるんすか？いや、はぶいてないけど。本当よかった。プライベート楽しそうだもんね。そうっすね。なんか、それはなんか聞きますね。うん、プライベート楽しいっすよ。プライベートめちゃくちゃ楽しんでるっていう。なんか楽しいっすよ。結婚相手さ、見つけるってことしてた。まあ確かにそうっすね。でもまだ見つかってない。熊本で結婚相手見つけるって。マジ？はい、募集かけた方がいいんじゃない？確かに。はい、ダイハの電話番号は、ちょっといい、大丈夫、大丈夫。変な汗かいてくるから。いや、でも今年結婚されたじゃないですか。どうっすか？もうね、幸せそうなんですよ、ミシ君が。もうでもワンちゃんも飼って、岐阜の時に比べたら なんかもう生活一変してて、もうなんか、まあ岐阜の時は結構やっぱり遊んでたじゃないですか、よく来てくれてたのに、もう熊本になったらもう家から一歩も出ないんですよ。もう、まあ、それはやっぱサッカーにかける思いとか。本当ですか？いや、でもやっぱ奥さんもやっぱ熊本初めてだから、知り合いもいないし、なかなか置いて出てくっていうのはできないから。羨ましいですね、それが。あ、そうだね。まあ結婚できるように頑張れよ。頑張ろうね。レイはできるから大丈夫だよ。頑張ろうか、うん、お前だよ。まだまだ続く本音トーク。
シーズン終わって、まあ、オフに入るけど、まあ、どっか行くとか、なんか、なんか買うとか、どう？俺はもうあれっすね、食べることっすね。食事ね。食事。シーズン中よりは食べれるんで。そうだね。まあそういうのやっぱ好きじゃないですか。何を食べたい？いやマックとか。ああいいね。ラーメンとか。もういいね。ラーメンとかね結構有名だもんね。ラーメンとか。玉名ラーメンとか。俺食いに行ってよ。玉名まで。あ本当ですか？うん。美味しかった。美味しかったですか？うん。なんか、はい、まだ行ったことないです。癖になる食べ物多いよね、熊本。あ、そうですね。味が濃いのかな。あ、そう。てか、これあるんですけど、寿司食いに行ったんですよ、一緒に。で、九州の醤油って甘いじゃないですか。で、まあ、美味しいじゃないですか。こいつ、お寿司の食い方がめちゃくちゃ独特で、まず、何？ネタを取って、醤油バンバンってつけて、ドーンってのせて、また醤油つけてくるんですよ。だからこいつね、俺聞いたら、いや俺多分醤油が好きなんですよねとか言って。醤油食ってますね、あれ。あれね、ちょっとつけすぎだよ。いや、そう、だから俺、ミシ君と行った時、えって思って、なくなる量が全然違ったよね、醤油。俺、なくなってないもんね。そうそうそう。だから刺身にめっちゃ合うから、うん、わさび、ぐちゃぐちゃしてくる。わさびって、バーンつけて、もう俺一回も入れてないのに3回ぐらい入れます。なんかいや、まあ頑張ったんですけど、そんな。じゃあだって大分戦決めたじゃん。頑張ったじゃん。頑張ったんですけどね。アイアンセット買う。やっぱ100切るためにはさ。そうですね。いや本当にメルカリで買った、もうめちゃくちゃ安いゴルフセットだったんで最初。もうそれで切ったろっていう、切ってから変えたいんですよ。無理じゃん。無理じゃん。本当にあと一歩なんで。いやもう2年ぐらいやってこれはさ、まあもうダメじゃん。そうですね。変えようよ。まあご褒美で買おうかな。今シーズンさ頑張ったじゃん。まあ頑張ったっすよ。頑張ったっすけどね。それだけ？なんか旅行とか行かないの？旅行は俺あの西君の結婚式くらいですかね。行くのは。本当は呼びたくなかったとか言われて、なんか情で呼んだんですよ。まあ、本当に呼びたくなかったですけど、まあ、ね、絶対呼んでこのチームで。いや、そうそうそう。なんかお前だけ呼ばないのかわいそうだなんて、大木さん呼んで、ヘンリー呼んで。俺呼ばなかったらやばい。俺いいやと思ったけどね、呼んだ方がいいよって。いや、ありがとうございます、うん。三島選手、相原選手、平川選手のトークはこれで終了。続いてはこちらのコーナー。このコーナーはロアッソの選手から出された宿題を視聴者の皆さんに挑戦してもらい、番組のツイッターに投稿してもらうものです。前回の宿題は平川選手からでした。早速番組ツイッターにたくさんの投稿がありましたよ。挑戦したい人は番組のツイッターをチェック。今回の宿題は番組後半で。これは熊本のサッカーチームがキック精度を競うゲームにチャレンジするコーナーです。今回チャレンジするのは FC ビッグウェーブ、益城町を拠点に活動しているチームです。ここでルールの説明です。ゴールから8メートル離れた場所からキック。持ち球は10球、4球失敗した時点でチャレンジ終了です。それではチャレンジスタート。FC ビッグウェーブの倉原宗次郎です。7枚全部抜きます。右下に合います。左下に合います。
んなくなれます。左真ん中狙います。真ん中狙います。コースは良かったもののわずかに外れてしまい後がなくなりました。真ん中狙います。ということで記録は3つ。おめでとう。今回宿題を出してくれるのは相原選手です。みんなもやってみてね。応募方法やもう一度宿題を見たい人は番組のツイッターをチェック。熊本のサッカーの未来のために、キックオフ熊本。